梅雨入りが遅めとなっていますけれども、この先の梅雨前線などについてはいかがでしょうか。はい、今日ですね、はい、四国方面が梅雨入り、昨日はまた九州南部でも梅雨入りがあったんですけども、はい、基本的にはちょっと平年より遅めできております。はい、でこの後もですね、ちょっと平年より遅れて梅雨入りするエリアというのが多くなりそう。関東方面もやはりその傾向ですね。はい、まずはその状況、今日、南の方ですね、梅雨入りしたんですけども、梅雨前線、少しこう梅雨前線上で低気圧ができて、一時的にやや活発になったという感じでございます。はい、このため四国方面梅雨入りということになっておりますが、平年と比べると、4日ほど遅いという感じですね。この欄が平年より遅めという感じなんですが、今まで梅雨入り発表されたエリア、基本的に全部いつもの年より遅めということになっております。はい、そして、今日6月9日ですけども、いつもの年ですと九州北部から関東甲信ぐらいまでは、いつもの年ですと梅雨入りしているはずということになるんですけども、はい、目先はですね、梅雨入りのエリア広がってくる気配というのはなさそうです。というのはですね、梅雨前線の活動を活発にする上空のジェット気流なんですけども、チベット高原で弱まって、それが、一旦強まって日本付近やってきてはいるんですけども、はい、この後ですね、あまり強まりなく北上傾向というのがなさそうなんです。はい、また湿った空気、これが上がってくるのが、梅雨前線の方が上がってくる目安、梅雨前線が水蒸気の密になっている、そういった帯といったような形で捉えることができそうなんですけども、この後見ていただきますと、目先については湿った水蒸気の量に下がったまま、来週後半になって上がってまいりますけども、今のところ来週また1週間後ですね、日曜日ぐらいになると、前後と比べると多少ちょっと梅雨前線の位置上がってくるかなという感じ。逆にこの後しばらくは梅雨前線少し南の方で活動は弱めるということになりそうです。はい、ですので今の最新のシミュレーションの傾向ですと、次梅雨入り広い範囲でおそらくまとめて発表されるの来週の日曜日ぐらいの可能性が高そうかなという感じですね。はい、この先随時最新の情報はウェザーニュースのアプリからご覧ください。